はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ペイ特裁の準備、 LINEPay で使えるお店をざっくり紹介ということで、6月からペイ特裁が始まるので、まあそれに向けて LINEPay が現時点でどこのお店で使えるかっていうのを一緒に見ていこうかなと思います。今回は LINEPay の公式ページから引っ張ってきました。まずはグルメのジャンルから、まあ最近はこちらのスシローとかが追加されていますね。まああとは QR コード決済の導入が早かった松屋とかもありますね。で次にスタバ、あとはウオタミ、あとはわらわらとかですね。あとはこんなざっとこんな感じですね。まあちょっと数が多いので、まあ少しさらっと流します。もし気になるところがあればですね、まあ動画をストップしながらゆっくり見てみてください。次にショッピングのジャンルですね。まあローソンとか、あとは杉薬局、イケアで、次にヤマダ電機、ベスト電機、ケーズ電機、ポプラですね。あとはビッグカメラ、小島、ソフマップにエディオンっていう感じですね。そしてファミリーマートにウェルシア、ライトオン、新生堂とかですね。残りはこんな感じですね。あとはオンライン決済にも対応してるので、まあ代表的なところで言うと、まあ ZOZO タウンとかラクマ、あとは LINE チケットや LINE ストアでも使えるということですね。まあ、使えるお店っていうのは以上となります。で今回紹介したお店っていうのは本当に一部のみなので、もし自宅近くでどこで使えるか確認したいということであれば、この LINEPay 専用のアプリがあるので、まあ、そこから例えば現在地からこんな風に近くで利用可能な店舗っていうのが簡単に見つけ出すことができるので、まあ、ぜひ利用してみるのもいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあ6月にペイ特裁が始まるので、まあそれのおさらいになればもう幸いです。まああと概要欄にですね、 LINEPay の公式ページと、あとはペイ特裁の紹介した動画ページもそれぞれリンクを下の概要欄に貼っておきますので、気になる方がいればぜひ確認してみてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。